しまい。ようこそようこそエディオンスタジアム広島へ。さあ、2023明治安田生命 J1 リーグ第18節となりました。サンフレッチェ広島対横浜 F マリノス戦が行われます。本日たくさんのサポーターの方がこの時間ももう駆けつけてくださっております。お祭り広場、そしてメガイク2階ステージ、ご案内役 MC 渡辺裕之です。改めてよろしくお願いいたします。さて、たくさんの方がお集まりいただいております。ちびっこなんかも来てくれてありがとうね。で、ちょっとですね、皆様にご案内させていただくためにちょっとだけ早く出てまいりました。ピンク色のラインのところ、はい、カメラ撮影しなければここで見ていただいて大丈夫なラインでございます。で、逆に今そこの通路のあたりにですね、その柵の間のところに立っていらっしゃる方とか、ちょっといろいろ出入りされる方たちの通行の妨げになる可能性がありますので、よかったらあの中の方にググッと入っていた、いいですね。そうすると後ろに下がるんですね。そういう風にできてるんですか。そういう風にでき、ああもうこっちもすっかり下がっちゃってしまった。はい、みんなでなんかいい感じで見守る感じ。そうですね、今日は一つのまた節目というところでもありますけれども、それでは良いね、よい、あ、そうそう、敷物引いて、そう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 、座るやつ、ありがとう、体育座り、いい感じ。そっち向くのかい。こっち向きだな。よし、いける。さあ、それでは参りましょう。サンフレッチェレディス2023スプラッシュ、2010年に活動をスタートしております。2014年より10シーズン連続活動中でございますけれども、サンフレッチェレディスとして、さあ2019年より5シーズンにかけて活動してくれました梶田和子ちゃん、ラストステージという今日2ステージでございます。まずはファーストステージ、皆さん拍手でお迎えしていただきたいと思います。参りましょう。サンフレッチェレディス2023スプラッシュ。Oh.
ですけど、皆さんから見て右側にあるあの推し活うっちわブースがされています。おはい、なんとね、これは台紙をなぞるだけで、このようにサンジ君やフレッチちゃん、そして推しの背番号、推し選手の背番号まで書ける、ちょっと推し活になったらね、もうね、仰げるし推しできるしみたいな一石二鳥な、はい、体験ブースで予約なしでもできるらしいので。なるほど、はい、今デザインやっているので、もうされたよみたいな方っていらっしゃいますか？あ、 まだですね、まだってことは今から GO ってことですね。 GO、はい、ぜひ皆さん行ってきてください。はい、はい、それでは次の曲に行きたいと思うんですけど、その前にそのスペシャルゲスト一緒に呼んでいきましょう。せーの、踊るっていうバトル形式でやってみたんですけど、いつもと違う感じもまたいいよね。はい、そうだね。どっちが勝利したと思います？あれ、サーチ君勝利、サーチ君勝利、やっぱりうちらやろ。うん、やっぱりうちらやろ。やっぱりうちらやろ。引き分けっていうことで、引き分けさ、引き分け。これで疲れてない？大丈夫、大丈夫。一回ちょっと休憩する。そうだね、みんな飲水タイムとか取った方がいいと思うし、もうね、熱くなってきたから、そうそうそう、ながら浸水タイムを取ってくださいね。大丈夫、 OK かな。じゃあ次の曲いって大丈夫、サンジ君 OK、 OK、 次の曲は引き続きこのメンバーで一緒に、今度は仲良く一緒にサンジ体操します。ということで、小さいお子さん、よかったら前で一緒に踊りませんか？どうですか？イエーイ。いや、今日はね、ちっちゃいお子さんたくさんで、あ、はい、元スプラッシュの未来ママお姉さんがありがとうということで、皆さんよかったら、小さいお子さん途中からでも全然参加大丈夫なんで、あの、踊りたいなって、これのステージ見て踊りたいなと思ったら、ぜひぜひその時はもう走って前に来てくれれば全然大丈夫なので、一緒に、で、小さいお子さんだけじゃなくて、ちゃんと皆さんも、あの、はい、踊ってください。座りながらでもできるので、隣の人に当たらない程度で踊ってください。はい、それでは準備 OK かな。ミュージックスタート。まず自分の
曲に備えてちょっと下に降りていただいて、はい、はい、今日降りれる階段なしで、おお、はい、ということで踊ってくれてありがとうございました。あのここで私事なんですけど、私梶田子は今日をもちましてサンフレッチェレディースを卒業しますということで、日頃の感謝の気持ちを込めてサンチ君にプレゼントがあるので渡したいなって思います。何かな、はい、ということでちょっと、はい、このような袋に詰めてあるんですけど、虹色のお花をプレゼントしたいなって思います。ありがとう。そう、あの意味が、あの、うちも含めてスプラといつも一緒だよっていうことをちょっと言っているので、よかったらお家とこに飾ってください。はい、ということで、ここで写真撮影タイムをいいですね、で今日はあの、はい、いつもこっち側からこうサンフレッチェで撮ってもらうんですけど、今日はあのステージの上から撮ってもらうので、あの顔がこれ SNS に載るので、ちょっと顔 NG だよって人はちょっとカメラかタオルとかで隠してもらって、あの 映っていいよって人はピースしてください。あ、3か3の3連れの3、サンフレッチェの3です。はい、しっかりね整えて、はい、あ、中、はい、開けます、あ、開けます、開けます、うぅぅぅぅ、じゃじゃん、うわ、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、はい、すごい、めっちゃ綺麗、これ虹色に光るんで、やばい、家でいっぱい光らせてください。かわいい。ということで、じゃあ写真撮りましょう。はい、じゃあ座ろうか、大丈夫ですかね。はい、ではいきますよ、せーの、1、2、3、フレッチェ、もう一枚、1、2、3、フレッチェ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、すいません、ちょっと使用の時間をいただいてありがとうございます。使用かな、わかんないけど、はい、ではじゃあこれはちょっと後でまたサンチ君にプレゼントしたいなって思うので、次の曲のためにこっちと交換で、はい、交換、はい、ありがとうサンチ君、本当に大好きだよ。泣いてる泣いてる泣いてる。それではね、次の曲が最後の曲になります。サンチデイさんもね、一緒に踊ってもらったんですけど、次の曲も皆さんお手持ちのタオルや拳を使って一緒に手振ってください。それでは聴いてください、サンフレッチェ広島公式応援ソング、ときめいてハットバイク。
引き続きにぎわいステージお楽しみください。それでは以上サンジ君とスプラッシュでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。2回目もお待ちしてます。ありがとうございました。お待ちしてます。ありがとうございました。さあウレチェレディス2023スプラッシュにいましょう。大きな拍手を。